大巨獣合羽は1967年4月22日に公開された日活制作の日本の怪獣映画である。合破は劇中に登場した怪獣の名前、カラー、シネマスコープ。日活が当時の怪獣ブームに乗って制作した唯一の怪獣映画であるが、口日の合羽の特徴や企業、科学者の倫理のみならず仕事にも応診して、 家庭をないがしろにする親など家族をテーマに据えた内容から怪獣映画の中でも独特の存在感を持つ作品である。日活では初の本格的特撮怪獣映画であり、ストーリーはイギリスの怪獣映画、怪獣、ゴルゴを下敷きにし、いくつものプロットが作成され、2本のパイロットフィルムを経て完成作品に至った。週刊誌。 プレイメイト記者の黒崎博氏は、カメラマンの小柳いと子、そして、東都大学生物学助教授、殿からともに、プレイメイト社長、船津の命を受けて、南太平洋の探検を行っていた。この体験には、会社が創刊5周年記念で計画中の南国をイメージした一大テーマパークを実現させるため、生物採集や現地人のスカウトの意味もあった。 長い航海の末、噴火中のキャサリン諸島オベリスク島に謎の石像を発見した一行は島へ上陸。一行は島民たちに遭遇するが、戦前日本の統治下にあったか、あるいは戦時中日本軍の占領下にあったらしく、彼らの一部は日本語を理解でき、日本人が帰ってきたと手厚い歓迎を受ける。そんな中、先の石像が気になった黒崎は、少年、先に、 その件を尋ねる。咲は黒崎といとこを連れ、その場所へと案内する。やがて三人は巨大な石像のもとにたどり着く。と、突如として発生した地震によって石像は倒れ、その後には洞窟の入り口が出現した。咲の生止も聞かず、黒崎といとこは中へと入っていく。島の地下には巨大な地底湖があり、巨大な骨、そして2メートルほどの大きな卵があった。 さらに、卵が孵化し、思わぬ獲物に喜んだ黒崎は、ガッパの怒りを恐れる島民の反対を押し切って、日本へ連れ帰ってしまう。子供が連れ去られたことを知った親ガッパは怒りに、荒れ狂って、島の集落を襲撃する。一方、東京へ着いた黒崎らは、小ガッパを調べるうちに、自分の所在を遠隔地の仲間に伝える能力がある、ことを知る。その頃、 国籍不明の飛行物体2機が出没。そのほかは、その飛行物体を、親がっぱではないかと直感する。そしてついに2羽の親がっぱが、相模湾からその巨体を表す。2羽は、熱海市のホテル街を蹂林、出動した自衛隊を、口から吐く4000度の高熱線で焼き尽くして尻け、川口湖湖定に潜伏する。がっぱは芝叩く間に、人々の話題をさらい、 ガッパを特集したプレイメイトは大ヒットする。死の売れ行きに喜ぶ船津。時を同じく米海軍の潜水艦に救助されて島から来日した先は小ガッパをすぐ親に返すよう説得するがいとこ以外誰も応じない。一方弱点である不協和音で川口湖から追い出されたガッパは日光を経て国道4号に沿って小ガッパのいる東京に向かう。 東京全滅が懸念される中、先の小ガッパを返せは、親ガッパはおとなしく帰るという言葉通り、黒崎らは小ガッパを羽田空港で解放。やがて小ガっぱの鳴き声に誘導されて現れた。親ガッパは再会を喜び、まだ飛べない小ガっぱに飛び方を教え、夜明けの空をサンバで南を目指して飛び去っていく。太い胴体から手足、 尻尾にかけて全身が三角形の鱗で覆われ、背中に大きな羽のついた姿をしており、陸、海、空に適応している。オベリスク島の守護神的存在と考えられる。オスメスに加えて子供まで存在するという、極めて稽古な怪獣である。夫婦間の関係は当然良好であるが、子供を思いやる感情は人間を上回るものを有する。巨大獣であるが、 ゆえの都市破壊は行うが、それは人間に連れ去られた子供を奪い返すための必死の行動であり、さらに怪獣の親子が再会を喜び抱擁するシーンを描くという手法で親子の情愛を表現しており、怪獣映画としては珍しく、叙情的な作品でもある。ゴジラやウルトラ怪獣など他社の怪獣作品が積極的に建造物を破壊するのに対し、 ガッパはあくまで行く手を阻むもののみを破壊する。これは子供に見せる映画として破壊に快楽を求めさせてはいけないという意図的な演出である。怪獣が主人公らの起点によって怒りを沈め空港から飛び立って南の島へ帰るという結末は東方のモスラに似ている。また日本製の怪獣映画としては数少ない人類。 怪獣ともにハッピーエンドを迎える作品となっている。本作は、社団法人映画輸出振興協会による輸出映画産業振興金融措置の融資を受けて制作された。なお、米軍の扱いであるが、カーラジオから対策本部が自衛隊と米軍に撃退協力を依頼、間もなく攻撃が始まる予定と言及されるに止まっている。熱海城で、 戦闘機がガッパを攻撃するシーンで、スタジオ天井の照明器具が映ってしまっているカットがある。ありがとうございます。